王位の執念が蜀軍をあと一歩まで追い詰めた。だが諸葛亮の策と五色同盟の復活により侵攻は失敗に終わる。王位もまた馬超を取り逃がしてしまった。都洛陽に戻った王位は一人夕日を見つめる。勝利したにもかかわらず、その背中はどこか寂しげであった。王位殿の活躍で我らは無事撤退できた。今宵はそなたをねぎらうため酒席を用意しようならば皆私についてきてくれるでしょうか。もちろんだ。最後は王位殿一人にならぬよう猛者たちを揃えると約束する。それは楽しみですこの乾き、いつ癒せるのかしら。はあ、もう会いたくてたまらないわ。私の悪夢は覚めない。唯一望むものをこの胸に書き抱くまで。